激励に触れてたったな。それがここで出てくるってことは、え、やられちゃう？多いな。50は多いな。逃げも隠れもせず見てたぞ、今。目の前で殺すわけにもなんかいかなくなってきたな。どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは月が導く異世界道中第2幕第17話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました月道ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第17話でございます。2期に入りまして、まあ結構ぶち抜き2クールは長いんじゃないかと思っていたら、もう終盤に突入し始めているんじゃないかということで、まあ今回のタイトル変異体ハザードっていうことなので、まあ前回ね、イルムガンドくんがなんか魔族の薬を飲んでどんどん体が魔族化し始めているよみたいな、人じゃなくなってきているよみたいな流れになって、まあここでね、そんな中で変異体ハザードって言われたら彼が変異体になることは避けられないみたいな流れになってしまっているので、まあ誠もね、ヒューマンがダメなら魔族とも思ったけど、魔族の悪意にも触れてしまっている。誠がどういう風に旗をこうね、振っていくのか、そこら辺もいろいろと含めて注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、まあ、完全に変異体になることは避けられない。すいません、ちょっと鼻が詰まってる。鼻声かも。さあ、魔族の手にかかった存在がどんどん。うわ、変わってる。ああ、異形になってるわ。ああ、なんかちょっと可愛いんだよな。歯が人間すぎるけど。口が人間すぎるけど。完全に。さあ、変わっていく。うわうわうわ、牙が。うわうわ、デーモンじゃん。ダーモンだよ、ダーモン。おいえい。おいえい。おう。さあ、合ってんの？ザラさん。でもこれやっぱりステラトリでやり合う気だよね。待って。いいね。さあ、響きが今んとこ影も形もないんだよな。なんかね、ともきはなんとなく見えてきてるけど。はっ。さあ、花火。でも、この魔性と戦う流れとかもあるのかな？それこそソフィアとかもいるしね。さあ、この金髪の子は気になるんだけど。未だに姿影も結構やばい。お、あ、そうか。相当手広くやってるよね。けどそうだよね。身の振り方が変わってくる。ああ、取り戻して。ああ。ああ。オッケー。もう完全にこっち側だね。悪側と言ってもいいんじゃない？
さあ。あら。ああ。まあそうね。ロダンのやった頃だもんね。ともえ？どうした？オッケーオッケー。お？なに？そうね。佳境ではあるね。佳境井紀明。結構真剣なこと考えてると思ったら。おう。ああ、まあね。ともや。もう完全に。まあ、そうね。ああ、それじゃったら いいね。でも、そうだろうね。懲らしめてやりなさい。ああ。まあでも、どうにでもできるからな、今の誠なら。自由な結末を選べる。まあね。まあ、それは。さあ。ちょっとやっぱり、激励に触れつつあったな。わあわあわあ。僕はロナに同情するけど、もうクズの葉が怒ってるよ。これどうなんだろう。誠の場合ってこれ効くの？つくよみだよね、誠の力って。わあ。ああ、やっぱり悪引き入れるね。多分。さあ、レブランさん。ああ、そうだよね 心配だよね お父様で やばいやばい、しっかりしてる。奥さんしっかりしてる。ザワさん。仲がいいのか？なんかあんまりなんかいい印象持たれてなかったような気がしなくてもないけど。どうだったかな？まあ多分厳しすぎる優しさだよね。そうね、なんか腹芸が多い気がする。
お？誰だろう？青トカゲくん？オッケーオッケー、もうレンブラントさんたちの身の安全もとりあえずは保証された。これで、食ってない？マジで。うわー、もう人じゃなくなってるな完全に。おお、お、出てきた？パープルコート？そうなの？それがここで出てくるってことは、え、やられちゃう？ああ。聞く？弾いてる？吸ってる？ほう。なるほど。純粋な火力がないと。すごいな。うん。やばい。あーい。程よく対応できる舞台だったのがちょっと間違えたな。お。うん。え、多いな。50は多いな。ゆるキャラみたいな。あー。ちょっと連携が取れなくなってくるね。電話ができないと。うわ！やべえ！あー、グロテスクだね。さすがに、お、ちょっとやばいな。まあ、なかなかに厳しい。おう。おう、そうね。さあ、そのルートで行こうか。すごいな。逃げも隠れもせず見てたぞ今。そうね。あ、そうか、でも逃げ場ないか、町場に。リリー。さあ、トモエと面識があるもんね、リリは。お？あらあら、ルトルトルト。まあ、逸脱した一般人なので問題ないです、誠に関しては。うん。ああ！あ、ああ。あ、学園長か。クズの葉？そうね、安全な場所がない。
おう。転移魔法。あ、そうだよね。わお、ルターが絡んでくるね。うん。力を知ってるからこそ。さあ。腹の奥どうなってんだろうな。わ かりやすく説明してくれてる。転移できるね。まあでも、相当高度だよね。人の頭の中の場所に転移って。わお。まあまあ、そういうふうにごまかしてくれてるわけだね。あ かわいい。 いや、ホープレイズ。イルムガンドの姿を？なんかでも殺すわけにもいかなくなってくるな。え？ああ。かなりもう理性を失ってるけどな。聞こえる？あの胸の石壊すだけじゃダメなのかな？切った！いや、生えそう。メリ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 。ああ、生えたわ。いやー、でもこれ、目の前で殺すわけにもなんかいかなくなってきたな。とはいえ、絶対限界もあるだろうけど、どうしよう。さあ、なんか来てる。ああ、ねえ。やべっ！うわ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 。やべっ、突撃！オッケー。
隠しながら。王子じゃないと思う。え、女性だよね。あら、やばいやばいやばい、内首、とにかくでもなんとかしないと。あ、ウォー。はあ、そうかそうか、表向き王子なのか。なんか声だけ聞いて、あ、女の人なんだって思ってたわさあ、なんか吸ってるよ、ブレス。やべえ、何か食らっちゃった。撃ち抜く気。矢に集中させる。わお、強い。さあ、でも動けるもんね。腕？何？腕投げる気じゃないよね。ちょっとそういうのは良くないと思う。自分の腕だよそれ。崩れろ。やべ、ずれた、えぐれてる。音楽めっちゃいいな。体内で果ててる。うん、でもこれイルムガンと爆散しちゃった。ほっ、あ、常識外れユーマン。おい、はあ、どうしようもないな。でもさあ、うまく隠しつつ、あー、なんかでもいい感じに落ち着く未来というものが見えないな、やっぱりこう見てても。でもとりあえず多分ここは前座っぽいよな。この後多分ステラトリデがどっか乗り込んでいくのかな。あと2、3話ぐらいでまとまって、残り4話ぐらいでうまくやっていくのかな。なんかいろいろと気になることが多くて、どうしたものかどうしたものかっていう感じになってるな。さあ、この展開はあるのか。もう爆散しちゃったけど、左の、あ、かわいい、踊ってる。イルムガンド君爆散しちゃったんだけど大丈夫かな。でも、まあ、式は戻せないことはないみたいなこと言ってたもんね、めんどいけど。ヒューマン。さて、次回。完全に変異体ハザード起きてるけど、街も不安だし、ね、あ、崩壊しました。
はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、まだですよ。まだ前座ですよね、これはね。まあ、やっぱり誠たちが本格的に動いてないから、ちょっとまだ均衡状態で、僕もこれ、どうなるんだ、どうなるんだっていう、なんか、不安？なんか、綱渡りのさ、なんか綱をまだ渡るか渡らないかの段階で今迷ってるみたいな状態じゃないですか。生徒の、やっぱり戦いって、まだやっぱり本筋には関係ないというか、あんまりやっぱり本丸に影響してこないから、イルムガンドをどうするのかっていうところではあるんだけど、まあでもなんか、ちょっとやっぱり、各地各所でというか、ロナとさ、やっぱりあの魔性の話、あの人、名前忘れちゃったんだけどさ、あのサイクロプスさんみたいなさ、あの魔性の人とのこの話も含めて、まあまあ、でも完全にやっぱり、誠を利用したロナに対しては、多分誠はもう分からせにかかるぜっていう流れになってるから、まあ多分ロナが、ね、あのなんか余裕の表情がいつ曇るのかっていうのはマジで楽しみにしていきたいな。多分言ってもみたいなレベルだと思うんだよね、多分。彼女の中の誠の認識っていうのは。言ってもだって利用しようとも思えないはずなんだよね、誠の本気を見てしまったら。そんなことで怒らせてしまったらどうしようみたいな。まだやっぱりどこかおごりが見えるから、そのおごりがなくなって焦りに変わっていくのが非常に楽しみでもあるし、まあ、生徒たちもね、まあ、躊躇なくイルムガンド君をぶちのめしにかかるというわけでもあるんですけど、まあね、変異体になったら難しいよね。でもやっぱり、なんかやっぱり倒して終わるのかなっていうふうにも思えてきたんだけど、やっぱり、あの王様の前ではちょっとやっぱり、なかなか難しいよね。どういうふうに助けて恩を売るのか。まあでも、巴がああいうふうに言ったように、すべてをどうにでもできるのが今の誠の状態ではあるから、好きなようにね、シナリオを描けるから、まあなんか、そこら辺も描写されてないから、誠がどういう選択をしていくのかっていうのも非常に気になるよね。王に、こう、恩を売っていくのかっていうところもあるし、ただ学園都市崩壊っていうくらいだから、またちょっとやっぱりなんか、ゼロから始まってしまうくらいにはなるのかなっていうところ。だから、やっぱり崩壊してしまったらさ、だって王、ね、王様にやっぱり恩を売って、わー、クズの葉紹介、商売再開みたいなわけにもいかない。まあなんならケリュネオンにね、やっぱりね、今日構えるみたいな、場所を移すみたいなところでもあるから、まあまあまあ、その前座になっているのかなっていうところであるよね。このインガルシアじゃねえ。インガルシアじゃねえわ。なんだっけこれ、ロッツガルドは。どうなっちゃうんだろう、でもマジで。なんか、ぶっ壊して終わりっていうのもまた違うよね。なんか、未然のさ、なんか街なんだっけ名前忘れちゃったんだけどさ、以前の街でさ、やっぱり、ね、巴とミオが大喧嘩して街ぶっ壊しちゃったっていうレベルじゃないからね。身の振り方次第では本当に魔族と絡んでるって本格的に怪しまれて、ヒューマン全体から締め出されてもおかしくない状況にもなりかねないから、誠のやっぱりこの強すぎる力の振り方っていうのはマジで考えないといけないですよね。この感じだとね。やっぱり、だからこそやっぱりうまくね、ルトもやっぱり調整してくれたわけじゃん。やっぱり巴の力じゃなくて、その剣の力なんだね、みたいな。だから、誠が強い力を振っても剣のおかげっていう風にすることができる。うまいね。巴も多分そこまで考えて剣を渡していたんだろうね。自由にこの剣のせいにして力を使いなさいっていう風な、そういうシナリオでもあると思うし、まあ、式的にはどうしたらいいかなっていう感じでもあるよね。このイルムガンドは結局直すっていうか直す流れにはなると思うんだけど、すごいめんどくさいことになるとは言うものの。なんかいろんなやっぱり枝分かれがあるから、どこを進んでいくんだろうなっていうのが非常に気になるところではある。それこそやっぱりオープニングを見ても、響きがどこで絡んでくるのかなっていうのも気になるし、ね、あそこまで描写しておいて絡みませんっていうのはさすがにないから、すごい絶妙なとこだよね。この変異体ハザードに勇者が絡んでくるかって言われたら多分ないんだけど、でも絡んできてもおかしくないんだよね。イルムガンドのやっぱりさ、この生きていくなんかこの、なんだろう、この使命的なもの、俺はこのまま強くなって、やっぱり響きの、やっぱり仲間になりたいみたいなところもあるから、なんか生きる志というか指標になっている響きが、ここで絡んでくるってなっても全然おかしくないし、そうなると誠とぶつかるのかなって感じでもあるけど、絶妙なところですよね。なんか未だに勇者の絡む、この余白みたいなものが見えてこないから、ちょっとなんかまだまだなんか不穏というものは残っているので、ちょっと次回またどうなっていくのか、一緒に追いかけていただけたらなというふうに思います。いや、でもいいね。生徒たちも徐々に徐々に成長してるね。なんか、今までは怖いとか、一般人の枠の中にいたけど、でも、すごい強大な相手にも立ち向かっていく、恐れることなく向かっていくっていう、その勇気をさ、どん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 獲得し始めてるのがいいよね。なんか、どん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 この世界のヒューマンのおごりや、このなんかちょっと臆病なところから、どん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 抜け出しつつある、いい影響を与えているんじゃないですかね、っていうところで、いろいろ気になるところはありますけれども、とりあえず次回も楽しんでやっていきましょう。以上、月が導く異世界道中、第2幕、第17話でした。バイバイ。